はい、こんにちは。ミスターマイヤメさん、速稼塾の久保です。そうなんですね、昨日はね、銀座の方に行ってまいりまして、これは何をしに行ったかと言いますと、私は速稼塾というね、塾を2013年から運営してるんですけども、私もですね、自分から始めたわけじゃなくて、実は私もある塾に学んでここまで来てるわけなんですよ。その塾っていうのが当時ネオヒルズっていう風なね、名前でテレビで、随分ね、取材されたりとか特集組まれたりしたんですけども、そこのですね、土屋博さんっていう方がやっている土屋塾っていうのに2012年これが始まったんですけど、私2013年の3月ぐらいにそこにね、申し込んで、高いお金払ったんですけどもね、そっから速稼塾っていうのを始めたんですよ。土屋塾に入塾したのと同時に速稼塾っていうのを始めました。それがね、今に至るわけなんですけども、じゃあそれと昨日のね、集会がどういうふうに、シャトーブリアン集会がどうつながっているかと言いますと、あれから6年経って、7年経って、まあね、すごいなんかね、言いにくいんですけども、まあ成功者っていうかね、自分で言いにくいですよ本当にね。圧倒的に稼げるようになった人だけがチョイスされて、全国のね、土屋塾の生徒1000人ぐらいいるんですけども、1000人ぐらいいるらしいんですけども、その中からこれは稼いでるなっていうのをチョイスされて、6人のメンバーが集まって、で昨日は銀座でですね、まあ私だけなんですよ、広島から行ったのは、地方からっていうのは私だけなんですけども、集まって近況報告会っていうのが、ずいぶん久しぶりに、初めてぐらいかな、あの形だったな、行われたんですよね。でこれからは定期的にこういう風な席を設けていこうよみたいになったんですけども、そこで、まあ、その土屋さんがね、お肉をこうプレゼントしてくれたっていうか、食べろ食べろみたいな感じでやってくれたという形でございますね。いや、非常に楽しい時間と、あとね、やっぱりね、この6人集まった中でも、もう私っつったらね、本当にもうね、低いレベルの方で、みんなね、まあ、仲いいんですよ。みんな付き合いが長いですから、生き残ってるだけでもすごいなと思ったんですけども、いやもう全然ね、見違えた世界になってますよね。もう孫正義さんじゃないですけども、お金を1兆2兆って豆腐のように数えるじゃないですけどもね、1本が1000万とか2000万とか、なんか1億とか2億とかみたいな話になってるんですよ。だ、それが日々のお金の扱い方ですから、私なんてとてもそんなこと言ってないんですね。この前税金払ってきて、こんなに税金払いましたよみたいな言ったばっかりだったんですけども、いや、やっぱりね、稼ぐ人っているなと。しかもそれがすごい身近なところにいる、で、あとそのね、稼ぎ頭の中に私もメンバーとして入れられてるんだなと思ったら、非常にね、嬉しい夜だったかなと思います。で、シャトーブリアンね、調子に乗って食べてみたわけなんですけども、ちょっとね、汚い食べ方ですいません。で、今日はね、帰ってきまして、もう広島にいるわけなんですけども、じゃあですね、 FX、 こちらの方の話に変えていきましょうか。 FX のやり方なんですけども、私の場合は仮説を立てて、でエントリーして、で、あとはほっときですね。もうちょっと細かく言うと、朝5分ぐらい見てエントリーできるかどうかを決めます。その考えてる間を相場解説っていう形でお届けしてるんですよ。あの相場解説を閉じた後に実際にエントリーをして、でエントリーしたらね、もう他のことをやります。もう忘れてます。で、見るのはお昼と夕方です。夕方は決済のために見ます。で、お昼は仮説通りになってるかどうか確かめるために見ます。その時でもロスカットラインとテイクプロフィットラインっていうのは変えないんですよ。やっぱり仮説がどうなったかってことが分かんなくなっちゃうんで、仮説を立てて、今日は買いでいけるかなっていうふうに考えたら買いでエントリーする。今日は様子見かなと思ったら、まあ何もね、エントリーせずにそのまんま一日中チャートを見ないという形になります。まあということでね、私が一日の間に見るチャートの時間っていうのは、朝の撮影用の5分と昼にまあ30秒ぐらいかなと、夕方に決済のために1分ぐらいかなっていうふうなペースですけども、もちろん最初の1年間はそんなことはできませんから、最初の1年間はべったり数時間毎日見てました。だからね、私はね、毎日5分ぐらいしか見てませんよっていうと誤解して、まだね、勉強しなきゃいけない最初の1年生の方もそれやっちゃうといけないなと思って、私はあまり言わなかったんですよ。1年目ってのはもうね、 FX に魂を売ったぐらいのことをやらないと、もう FX のチャートを見ながらこうやってね、居眠りするぐらいのことでやってましたからね、そこはお忘れなくということでございます。で、次は YouTube のことですけども、YouTube をやってる方っていうのはやっぱり見られたいし、コメント欲しいし、自分の動画を評価してほしいし、共感してほしいんですよね。まあ、そういったところを使って、少々ね、チャンネル登録者数がかけ離れていても、まあ有名だと思える YouTuber さんにコメント書いたりとかで、コメントの返信が来るだったら、もうね、その
ダイレクトメッセージとかでもいいと思うんですよ。例えばコメント欄に YouTube のそのチャンネルの方の名前があったらね、その名前を何々さんいつも見てますみたいな感じでメッセージ送っていいですかみたいな感じで書き込んでいって、どんどんね自分を売り込んでいくみたいなことをしてもいいかなと思いますし、コメントを書いた人同士で見るってこともありますんで、自分のコメントが他のコメントを書いた人に見られた時のことを考えておいて、私もこんなチャンネルやってみますみたいなね、宣伝を密かに入れていくっていうのね、これ乗っかり作戦とかがいいんじゃないかなと思いますけどね。さあそれではですね、次の動画でまた楽しみにしてますんで、メッセージ送ってください。頑張ってください。